開拓田舎暮らしサンタのところ伊藤サンタです。北海道は余市町で原野を開拓しながら暮らしております。今私いるこの建物、倉庫ね、断熱工事をしようということでね、こう中のものをずっとね、こうなんていうのかな、課題として、生きる課題としてね、こうもう片付けられないっていう、僕の両親からしてね、こう片付けれない人でね、僕もね、この自分の片付けれなさ具合にね、日々苦しんでるところもあるんですけど、まあなんていうのかな、こう人生につまずいた時、こうやっぱり部屋を片付けなきゃいけないっていう、なんか足元に帰るというかね、こうやっぱりこう脳みそがそのまま部屋に現れてんじゃないかっていうぐらい、僕の頭の中もごちゃごちゃしてまして、こういろんなものがいっぱいあるんで、欲しい時に出てこないみたいな、あるはずなのにみたいな、そんなのが、僕の頭の中でも頭の外でもね、起きてる現象なんでね、こう不要なものを手放して、すっきりした人生を送りたいなというふうに思いがね、年々強くなってね、今もこう断捨離に勤しんでいるわけなんですけど、この建物をね、何でも自分でね、工事ね、やってきたんですけども、ちょっとプロの手を借りることにしました。なんでね、こう期限区切って、こうとりあえず物出して、下にねもう一個物置あるんで、そこにとりあえず詰め込んでしまおうと思っております。頑張るぞ、ね、今週1週間で、ね、ここなるべくスッキリさせようと思います。開拓田舎暮らし伊藤サンタです。サンタのところでは目と手と声をかけて、丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの消化樹を無農薬無肥料で育てています。その果実を使って道産のてんさい糖だけを加え、ジャムを作っています。ホームページで販売してますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと思っています。